い、本日ですね、こちらインナーダウン、カッコライトダウンのね、ご紹介していきたいなと思いますということで、こちらずらっと並ばせてもらったのが7点あります。この7点全部名品です。それ見てこれめっちゃいいよねっていうのが各アイテムにそれぞれ皆さんあるやろうなっていうぐらい名品中の名品のインナーダウンとかライトダウンとか、まあ、中綿やけど薄いやつっていうのをバッとやってみました。で、僕が持ってる中でっていう感じなんですけど、大体購入される時ってこの辺が浮かぶよね。で、その中でもこういう時にこれいいよねみたいな話をねしていきたいなと思いますし、とにかく僕インナーダウンはこのサムネにもある通りインナーダウン比較みたいな、モンベルユニクロノーセースみたいなのやった時に100万回以上回ったんですよ。だから僕の一番ベストヒットセラーはこれなんですよ。って考えた時に僕ダウンの人って思われてるんだけど、実はこのライトダウンの人なんですよね。ライトダウンお兄さん、ライトダウンおじさんがどういうのがいいかっていうのを話していきたいんですけど、まず一つ目っていうのが、しょっぱなからエース出してくんの、大谷翔平出してくんのって話なんやけど、そうです、これがね、アークテリクスの、まあ、大人気ジャケットアトム系になってます。で、僕今これで着用してるっていうのがアトム LT っていうやつなんですね。ほんまに大爆発してる一番人気のやつのがアトム AR ジャケットなんですよ。わかります、アトム AR 出さんかいと思うかもしれないけど、アトム AR 僕持ってたんですけどどっか行きました。さっきパッと見た時にないないって言って、もしかしたら誰かに貸したか嫁蔵が持ってるかちょっとわからないんですけど、とにかくなかったんですけど、今回からアトム AR っていうのはなくなってるんですよ。そうなんやと。で、アトムっていうのはどういうことになったかというと、アトム AR が名前変わってアトムヘビーウェイトフーディーメンズっていうジャケットに変わってるんですね。アトム AR の時確か3-4万ぐらいの値段やったんですよ。ちょっと僕もはっきり覚えてないんですけど、多分ここ出てるかな、3万後半か4万いかへんかぐらいな感じだったような気がするんですよね。もう 2,3 年も前の話じゃないけど、だけどそれが今年パッて見た時に名前が変更しましたよと、アトムやるか変化しました。そしてお値段いくらですかって言うと、なんと59,400円。おー、アークテリクさんやりますねと、こういきなりこうついてきますねと、ボディーブローじゃなくていきなりこうカウンター食らわせてくるんですよ。で、値段がガツンと上がってくるっていうのがアークテリクスなんですけど、もうこれはねめちゃくちゃ完成されてるんですよ。特に防水っていうわけでもないんですよ。生地がすごい防水で雨の日でも使えるっていうわけでもなくて、まあ撥水は効いてるんやけど防水ではない。だから大雨降ってきて濡れないかって言ったら濡れてる可能性あるんやけど、ただこれ中のやつが今から紹介するのはややこしいかなと思いますので、これ実物用意しました。このように2種類ございます。こちらがですね、ダウンと呼ばれる綿になってますね。要は一つ一つの塊が独立しているものがこれダウンです。もともと水鳥のこのお腹のところの毛がこのダウンというものですね。次こっち側というのが中綿というものになります。これは実は一つ一つが独立するわけじゃなくてシート状になってるんですよ。なるほどと。今回このアークさんのは何なんですかって、こっちなんですね、シート状になってるやつで、これは人工的に作られたシート状のものなんで洗えるんですよ。だから濡れても大丈夫やし、洗ったらすぐに元通りになるんですよ。でこれが人工で作られたこういう綿のいいところなんですね。でそれを採用してるから、このライトダウン層の中で最も人気のあるのって言ったらこのアトム AR、 アトムシリーズやったんですよ。まあこれが今回アトムヘビーベイトライトジャケット、ヘビーベイトフーディーメンズになってるわけなんですけど、そんなの一番最初に紹介しちゃったら次もないですやんっていうことなんですけど、ご安心くださいませ。今回このダウンバージョンがあることによって、これよりより軽いジャケットが出てきてるし、さらにもっと言います、このダウンとこの中綿をガッチャンコさせたアイテムもあるんですよ。そんなハイブリッドあんのと、どっちでもない、両方いいとこ取りしてるのもあるの。そうなんです、いいとこ取りしてるのもあるんですよ。この画角皆さん見てください。もう僕もはや YouTuber というよりジャパネット高田状態になってるんですね。もし僕がね生活に困ってそうやなと思った時は、この動画とかをジャパネットさんに送りつけてください。あいつ結構べしゃれるよと。洋服の通販はないとしても寝具とかの通販やったら僕多分結構いける口やと思いますので、ぜひねこの動画のリンクを送ってもらって、ジャパネットさんにこいつに入社させたらどうかっていうのをね相談していただけたら嬉しいなと思います。僕このアークテリクスでも何でもないし、次紹介するパタゴニアでも何でもないし、ノーサイズも何でもないんですけど、とにかくダウンとか中綿が好きなんですよ。だからそれ喋っていくんですけど、これね次はじゃあパタゴニアといえば、そうナノパフですよね。これナノパフっていうジャケットなんですけど、ナノパフなんか名前が言いやすいというか、ちょっと喋りたくなっちゃう、ナノパフナノパフって言いたくなっちゃうんだけど、そういったジャケットになってます。だから特徴としては何なんかというと、これもね同じくこういったシートを使われてるんですね。でこのシートを使われてると変わらへんやんと。でまあ値段がちょっと安いでしょ、33,000。あ、じゃあいいじゃないか。違うんですよ、アークテリクスのこの中に入ってるこの中綿のシートより、こっちのシートの方がちょっとランクがいいシートなんですよ。ちょっと待てよと、このパタゴニアの方が安いよね、やけどシートのやついいの。そうなんですよ、ちょっと話変わってくるやんと。
もうアトム AR 一強かなと思いきや、よくよく見ていったら質を見ていくとパタゴニアの方からええんちゃうかっていう話になってくるんだわけなんですよね。それが名前がプリマロフトっていう名前なんですよ。でプリマロフトなんか聞いたことあるなっていう方は、このロゴとか見たことある方はいらっしゃるかもしれないですけど、洋服にねこのロゴがついてあるんですね、このプリマロフトって。でこれが過去にアメリカ軍で採用されてたぐらい信頼性のある中綿ですよ。だから一時はこれのことをダウンジャケット、このダウンよりも8倍もあったかいとかいうデマが流れた時もあったんですけども、そんなことはなかったですけど、僕もあのダウンの検証した時にほんまに8倍違うのかなと思ったら全然そんなに僅差でした。だから8倍あったかいのは嘘なんですけど、まあ、それは別にプリマロフトが言ったわけじゃなくて勝手に巷で言われてただけなんで、プリマロフトは何も悪くないんですけど、そのプリマロフトの中でもランクがあるわけなんですよ。要は野球で言ったら水野のグローブってビューリーグとかビクトリーステージとか水野プロありますよね。これ野球知らない人からしたら何の話してるか分からへんかもしれないけど、ちょっと聞いてくださいねっていうランクがあるのと同じように、このプリマロフトにもシルバー、ゴールド、なんとかみたいな感じであって、中でもゴールドを使ってるんですよ。ゴールドインサレーションっていう名前の中綿を使われているということなんで、それってどういうものが多いのって言ったら、より撥水性を機能として持たせてたりするからより濡れにくい、あと傘高が戻りやすいような伸縮性を採用してたりとかっていうことがあるので、あプリマロフトやったら全部一緒やなっていうわけでもないんですね。なるほど、そうなんかと。でそれで 33,000円、結構安いじゃないですか、いいじゃないですかってなってくるんやけども、これよく見てくださいね。ダウンのやつって横一列のやつ結構多いですよね。でこれ中綿やから別に横一列にする必要はないんですよ。でもっと言うと、こういうアークテリクスみたいにそもそも部屋を分ける必要すらないんですよ。でなんでこんなことになってるかっていうと、ダウンジャケットの場合って部屋を分けてあげないと落ちていくんですよ、全部ストーンと。あのよく銭湯とかで言ってますけど、おっさんの垂れた乳ってもう下にズドーンと落ちてるじゃないですか。たまにへそぐらいまでなんか乳落ちてるぞみたいなおっさんいてるんやけども、そういう風に落ちちゃうんですよね、ダウンは。ただこれシート状になってるから落ちないので、別にステッチで区切る必要がないと。これも言うたらナノバフも区切る必要はないけど、まあ、デザインとしてこういう風に縦に入ったり、こうレンガスタイルというんですかね、いやなってますということになってるんですけど、じゃあ僕もナノバフでいいですと。だってアークより15,000円も安いんでしょ。ほんなら飲み会3回行けますよと、まあ、もっと言うと嫁に黙ってタバコ吸ってんねんけども、そのタバコ代にもうなるよと、1ヶ月分の。ほんならもうナノバフで決まりやないか。いや違うんですよ、ちょっと待ってくださいと。さっき言ってましたよね、ダウンとシートがガッチャンコされたやつがあるんです。それがそう、こちらノースフェイスでございます。ノースフェイスやっぱりやるなと、さすがやな。でノースフェイスのこれなんていう名前ですか。サンダージャケットっていう名前になります。雷みたいな名前してるんですけど、これがなんとダウンと中綿シートをハイブリッドさせたジャケットになってるんですよ。でそれすることによって何がいいのっていう話なんですよ。いやいや、さっき言ってたやん、タクト、これ濡れても大丈夫か、雨の日でも使える、洗濯もできる。でもこっちはダウンは濡れてはダメなんですよって考えたら、これ一緒にするあんの、いい質問ですね。さすがあなたはよく気づきました。ただシートにするよりダウンの方が軽いんですね。ダウンにすると軽くなるっていういいところと、保温力がさらに高いんですよ。だからさっき8倍高いシートの方が8倍高いとか言ったけど、実際問題はダウンの方が僕も検証したんやけどあったかかったんですよ。って考えた時に、ダウンの暖かくて軽いっていうところとシートである機能性っていうのをまあ掛け合わせてると。でもう一個言うと、このダウンって毎年毎年同じように供給されてるわけじゃないんですよ。これも800フィルパーっていうダウンが使われてるんですけど、これねパッて開けたらとんでもないことはないから開けるのやめますけど、まあ、こんな感じでね買うわけなんですよ。こんなちょっとは買えないから5キロとか10キロとかで買ってくるわけなんですけど、そうなった時に今年ちょっと不作やったなってなった場合、一気に値段上がるんですね、このダウンの方は。だって天然のものやから。やけどこの中綿シートをちょっと挟むことによって、これは人工的に作られてるものですから生産量が安定するわけなんですよ。ってことは販売価格も安定してくるわけなんですね。実はこのサンダージャケットって33,000円ぐらいなんかな。やけどあんまりめちゃくちゃベラボーには値段上がってるんですよ。まあ元々25,000円とかぐらいだったんかな。だからまあちょっとずつ、もうちょっと1万円ぐらい上がるかなって感じなんやけど、まあ大体ねこれ8年ぐらいかけて約1万円ぐらい上がってきたっていう感じなんで、それ考えるとやっぱりシートを挟むことによって安定してるよねっていうところも言えるわけなんですよ。でそれでいて、これノースフェイスはもう一個上いくんですよ。何かっていうと、この生地が裏地ってやっぱりよくダウンが抜けてきたりするでしょ。パーって羽抜けしてきたとかってあるんやけども、これをパーテックスっていうパラシュートでも使われてる生地を使うんですよ。そんなことしてんの。そうなんです。そこまで考えられて使うことによって生地破れが起きないようになってる。そしてあのダウン特有の脱いだ瞬間に、カフェとか行って脱いだ瞬間に彼女に、なんかあんたすっごい白いバターいっぱいついてるけど大丈夫って言われてる、あのすごい距離を感じるような会話がなくなるわけなんですよ。もうダウンとか抜けることもあんまりないし、安心してください。なんでかっていうと、このパ
ーテックスを採用してるから抜けないんですよ。なるほどなってなってくるわけです。ただ僕これ2着目でね、1着目とかもよく着ててんやけども、外からめっちゃ抜けます。パーテックス中やから中は確かにすごい抜けないんですよ。あ、しっかり確かに抜けないねってなるけど、外はね割かし結構抜けてるっていうところが、まあ、正直なところにはなるかなと思います。だから値段としてはサンダージャケットもナノパフも値段一緒で、しかもパーテックス採用してんのってなったりしたら、これええやんってなってはくるんですけども、ダウンの特有の抜けっていうのがあるから、まあ、ここはちょっとどうなんかなっていうところもあるんですね。まあ、それでもあったかい方がいいよっていう人はこのサンダーになってくるわけなんですけども、僕去年買っておいおいノースフェイスこんなん仕込んでたんかっていうのがあったんですけど、それが何かって言ってライトヒートジャケットで、ここに来た時に値段が3万円切ってくるんですよ。3万切ってくるの？そうなんですよ。3万切ってきて、じゃあスペック下がったんかなと思うじゃないですか。スペックはむしろより暖かくなったんですよ。どういうことって話なんやけども、これ暖かくなっている理由としては、一切シートを使わず全てダウンで採用してるわけなんですよ。全部ダウンで、先ほど言いますけど、ダウンって何やったっけ、シートよりも軽くて暖かいんですね。あ、言ってたよね、軽くて暖かいって言ってたよね。それがこれも同様に中にね、パーテックスっていうそのパラシュートのやつを使ってる。あ、さっきのサンダージャケットと一緒ですね。違いは何かって言ったら、全部ダウンになってますっていうところが、まあ、大きな違いなんですね。それによって軽さがですね、なんとサンダージャケットよりも 70g も軽くなっています。サンダージャケットが 275g なんですね。でこっちが 200g、 この違いあるって思うかもしれんけど、めちゃくちゃ軽いんですよ。めっちゃくちゃ軽いで、暖かさで言うたらサンダーよりあったかいかなっていう感じ。まあこっちの方がええやんって、よろしいですやんっていう話になってくるんだけども、このライトヒートジャケットに関してはサンダージャケットと比べると生地感がちょっとテカリあるんですよ。あのおじさんの頭みたいな感じでちょっとテカってるんですよね。でこっちのサンダージャケットはちょっとマットな感じやから、より街中に馴染むのはサンダーなんですよ。僕自身もライトヒートジャケット着て今年の春ロサンゼルス行ったんですよ。でその時ってロスが2月か3月かちょっと寒いかなと思って、一応これ着てったらバッチリ、めちゃくちゃ使える。でこれはアウターとしてもちろん使えるけど、さらにこれにこういうねアウターを入れてミドルレイヤーとして使うことができるんですよ。ってなったら、そもそもダウンやから暖かいっていうのもそうやし、薄手に作ってるから中に仕込めるんですよね。パッて外から見た時にはダウン特有のこうモコモコ感がなく、結構スタイリッシュに着れるってことなんで、めちゃくちゃいいじゃないですかっていうことになってくるでしょ。ってなったらこのライトヒートジャケットは結構良かったんですよ。僕個人的には結構使いやすいし、旅行の時とかってあんまり重さ、たとえ 70g でもちょっと軽い方がいいなってなったらめちゃくちゃ使える。で手荷物なんかって 10kg なんかあんな一瞬で行くんですよ。僕パソコンとかカメラとか持っていくから、もう瞬殺でもうその時点で 7kg ぐらいあるんですよ。手荷物の 10kg があと 3kg しかない状態でこういうのも入れていかなダメなんですね。ってなったら結構僕は重宝したっていうのがこのライトヒートジャケットで、しかもこれ2万8000円って言いましたけども、公式サイト見てる限りカラーによってはセールにもなってます。だから2万5000円以下で買えるっていうところで、おいおいおい、タグとちょっと変わってくるんで、ここは迷ってきたんやけど、最初はなんかアークテリクスの話してから、アークテリクスだけでいいかなって、だってこれが一番人気だなと思ってたけども、もっといい中綿の質がありますよ。いやいや、その裏地のパーテックスもあるんですよ。迷ってきたんやけってことなんですけど、ご安心ください。でこっからでね、もう一個迷わせます。何を迷わせるかというと、お値段もう一個半額まで持っていきます。でさらにダウンの綿をもっと良くします。そんなことできんの？そんなわけわからんことできんの？できるんです。どういうことなんかっていうと、これがですね、モンベルっていうブランドなんですけど、まあ、これ日本のブランドですよね。でこれが、まあ、首ないバージョンなんですけど、これが首あるバージョンとかもスペリオダウンでね、あるかなと思うんですけど、これがまず先に値段いきましょう。値段がね、14,080円になってて、さらにアウトレット価格もありました。カラーによってアウトレットになってるやつが9,000円台、1万円切ってました。だから質悪いんちゃうか、先ほどのサイズより悪なってんちゃいますか、ご安心ください。モンベルの広報の方は僕がちょっと代わりに言いますので、少しお待ちくださいね。何かというとですね、実はさっき言ってたダウンっていうのが、実はダウンの中でも質があるわけなんですよ。でこれ見ていただきましょう。ダウンのこれ600フィルパワー入ってますよね。あれ上の方スカスカじゃないですか。これ拓蔵さん、これ600フィルの方だけ少なくしてるの悪いですよ、悪意ありますよ、なんていう人いてるんだけど、ご安心ください。これね、全く同じ重さ入ってるんですよ。全く同じ重さ入ってて、全く同じ粒の量なんですね。でこの粒の量は全く同じなんだけども、粒の大きさがふわってこう大きいので、かさ高が高くなってるんですよ。それが数値で表せます。それを FP ってフィルパワーって言いますね。あ、なるほど、全く同じ重さ入ってるのにこれだけ傘高変わってくるんですか。これはこのボトルやからこんなもんなんですけど、もっと言うたらジャケットって多分 100g とか入るわけじゃないですか。これ確かね、10何 g しか入ってないんで、こんな違いなんですけど、 100g 入れるとこの10倍ぐらい差が開いてくるわけなんですね。
ってなった時に少量のダウンで暖かさが一緒で軽くできるっていうことになった時にフィルパーが高い方がいいよね。じゃあこのスペリオフィルパーなんぼなんですか。これ800なんですよ。これ800っていうと一般的にはこの600とかぐらいが普通かなって言われるんですけど、まあ、僕のこの基本的にチャンネルは良質なものを長く着るっていうのをテーマにしてるので、まあ、600のフィルパーのダウンは紹介しないんですけど、世間一般的にはここが普通です。これが悪く見えるんですけど全然悪いことないんですけど、さっき言ったノースフェイスのやつとかっていうのは800はないです、正直言うとね。でおそらく600から700もしくは500っていう可能性もあるんかなって僕は思ってるんだけど、もし高い700フィルパーだったら絶対700って言ってますから、言わないってことは、まあ、600以下なんかなっていうところで判断しております。でちなみに600から悪いってことなくて、これカナダグースもこのあたりですね。カナダグースも625とかやからそんなに変わらへんっていう感じなんですけど、モンベルはでなんとそうこれ800を使っております。えマジですかと。え800使ってなんと14,800円どころかアウトレット価格でなんぼでしたっけ、9,000円台で売ってる。ちょっと待ってよ、価格破壊してるやん、さすが日本のメーカーやなって言うんやけど、これは日本で作ってないんですよ。これベトナムで作ってるからあんまり日本云々って関係ないんやけども、まあそれはね企業努力でやってはるんかなと思います。じゃあ僕寒いのが良かったからあったかいのがいいから、もうダウンはもうスペリオでいきます。ちょっと待ってください、もう一個安いのあります。これタイヨン、これタイヨンっていうブランドね最近ありますけども、これに関しては同じく800フィルパーを使ってると明記してるんですけども、なんとお値段7,940円。もうわけがわからん、こんなことしたらもうおかしいことになってくるんですけども、えダウンの質さっきのモンベルの質とあんま変わらへんのに値段がさらに 30% 以上も安くなるんですか。え半額ぐらい安くなるんですか。そうなんです、ただ全部が一緒っていうわけではないんですよ。でそれがなんでなんかっていうと、そう確かにダウンのフィルパーは一緒やとしても、フィルパーは一緒でも例えばねモンベルの方には 100g これを入れてますと、太陽の方には例えば 70g でしたってなって 30g 入れてる差があるけども、フィルパーだけで見たら一緒じゃないですか。一緒ですよね、800ですよねってなるけど、ダウンの粉乳数っていうのも大事なんですよ。でこれは正式に明記しないから、分かろうと思ったら全部引きちぎって数数えなあかんねんけども、ちょっとそんなことはさすがにできないので、まあ、そういうところで値段が違うっていうのもそうやし、あとそれ以外にもアップにしていくと分かるんですけど、生地のね質感っていうのも若干違うんですよ。でこれはあえてこのダウンを感じやすいようにダウン生地の方をすごい柔軟デニールって薄くするんですよ。めっちゃくちゃ薄くすることによって体温をしっかり吸収できるし、肌へのこう当たるのが柔らかいんですよね。ただこれは体温を比べてみると、それは値段の分少しこう生地が安いっていうのもそうやし、少し硬いだからそこまで考えられてないっていうところがあるので、フィルパーだけ見たらいや一緒やん、しかもそれが7000いくら定価ですよ、定価7000いくらめちゃくちゃすごいやんってなってくるから、見た目は何にも違いないけど着てる本人が一番違う。ちょっと硬く感じるというか、なんか動きづらさを感じる、着比べるとですよ。体温が悪いとかなくて、これはもうすごい企業努力でこれで800フィルパーちょっとわけわからんでってなってんねんけども、じゃあ全部体温がいいんですかって言ったらそういうこともなくて、モンベルの方がより動きやすいようにデニール数を薄くして可動域とかこう複雑な動きにも対応できるようになってるっていうところも計算はされてるんですよね。で体温ももちろんそこまでやろうと思ったらできると思うんですけど、それをすると価格が無理になってくるので、まあ、どっかを省いて着心地っていうところはちょっと落ちるかもしれんけども、ダウンのフィルパーはちょっと確保したい、まあ、そういったブランドになってるわけなんですよ。ここまで見た中でありました、あこれいいな、あれいいな。で僕個人的に太陽ノーカラーじゃなくて、これノーカラー買った理由は比較するために、去年がなんか比較してる動画多分この辺あると思うんですね。でそれのために買っただけなんですけど、太陽のこのカラーのついてるタイプとかやったらいいんちゃうかなと思って、ちょっと今年狙ってみようかなと思ってるんですよ。でベストとかもあるから、スーツ着てる方とかはベストタイプ着てスーツ着るとかやったらめっちゃ使えるんやろうなと思うので、やっぱ特に生地感的にちょっと硬さがあるのって腕周りとかなんで、ここカットしちゃえばあんまり感じないじゃないですか、この胴体って曲がらないので、まあ、そう考えたら太陽のベストとかって多分サラリーマンの人めっちゃいいやろなと思うし、ブルゾンとかやったらどうなんかなとかって思ったりするので、ちょっとその辺はね買ってみたいなと思います。でこれ見た中で、これにしようかな迷う人もいてるかもしれないですけど、もっとあります、スーパーハイテクハイスペックインナーダウンっていうのがあるんですよ。でこちらです、最後の最後、もう分かる人は分かるかもしれません、このマットな生地の質感で、実はこれはコアテックスのウィンドストッパーを採用しながらも、なんと800フィルパーよりさらに上の1000フィルパーを採用しているライトダウンジャケットがあるんですよ。今までとかやったら、まあ、インナーダウンとかでも中綿は800でしたとかってなったけど、これ1002まで上げて、さらに表地を5話社のウィンドストッパーを採用してるのって、まあ、なかったじゃないですか。外まではちょっとさすがにできませんし、中のパーテックスぐらいは上げても外までいきませんでしたっていうところなんですけど、
ここに関しては外も完璧に防風になってるから風薄いのに風通さないんですか？通さないんです。でそれでいて1000フィルパワー入ってるんです。値段高いですよね。普通に考えたら今までの想定でいくと7万いくらぐらい、まあ6万安くて5万円台かなと思うけど、なんとこちら3万9600円でございます。この辺がちょっとジャパネット高田みたいな話し方してるけども、なんと今ならね、このイグニスダウンというパーカーなんですけど、今あなたの家に眠ってるね、いらないダウンジャケット引き取りしてね、さらに1万円引きって言いたいぐらいの、そんなにおすすめできるようなイグニスダウンパーカーなんですよ。でこれに関しては、まあ、より上質なを求める人っていうところが、まあ、ここに落ち着くんちゃうかなと思うんです。もう質としては多分圧倒的にナンバーワンなんですよ。もうどう見たってナンバーワン、質だけで言うとね。ただそれが着回ししやすいとかって言うと話変わってくるんですよ。やっぱフードがあるとやっぱり中に挟むってことはできひんくなってくるし、じゃあこれ1枚で冬場行きますかって絶対無理なんですよ。っていうのも1000フィルパー使っても、例えばさっきの800のもう1個上の900を持ってきました。こんだけダウンの傘高が全く同じ重さは全く同じだけど傘高が違うから、これのもう1個1000を使ってるからすごいんですけども、量がいくら入ってるかっていうところもあるじゃないですか。だからこれで量めっちゃ入ってたら多分冬場でもいけるかなと思うんですよ。真冬でも外っていけると思うんですけど、そこまで量は入れてなくて、どっちかってよりすっきりしてて動きやすい。だから車の運転とか室内で来たらめちゃくちゃいいと思うし、ちょっとこうコンビニ出るときにささっとこう出るぐらいやったらめちゃくちゃ使えると思うんですけど、外でじーっと立ってるっていうのには向いてないから、釣りとかでもちょっと微妙かなっていうところがあるので、まあ子供のねスポーツ観戦とかっていうのもちょっとこれは厳しい。まあそれは全部そうなんですけど、ただ他のやつに関してはレイヤーできるので、外にもう一個マウンテンパーカー着たりできるって考えたら、まあこれに関してはまあ、そういうのがちょっとできないと。で逆に言うと、もうマウンテンパーカーとインナーダウンが一緒になっちゃってるような感じと思ってもらったらね、いいんじゃないかな。暴風になってでインナーダウンがある。1000フィルパーといえどもそこまで入ってないから、よく聞かれるんですよ、これって冬場1枚でいけますかって言うと絶対無理やと思いますっていう話をしてて、なんでかって言ったら1000はすごいんやけど量がいくら入ってるんですかってなった時に、量はそこまで正直言って入ってないですと。こんなペタペタやのに大丈夫って言っていくとすっごいあったかいって感じだから、すごいあったかいやろなと思っていくと、あれそこまであったかくない、それやったら600フィルパーとかのユニクロのダウンの方が冬場あったかいんですよ。なんでなんかっていうと総量が多いから、総量が多いとはやっぱこっちなんだねっていう、すごい。これ今回僕がもしこれダウンシャンクでこの話聞いたら納得できるかなと思うんやけども、まあ、そういったところがね今回7点になってました。今回ユニクロとかそういうワークマンさんとかちょっと省かしてもらってるんですけど、まあ、ある程度名品になってきて、ライトダウン、インナーダウン買うときこのあたり行くよねってなった時のその違いとか、自分に対して多分雨の日使うからあれやなとか、逆に俺雨使わんとインナーとして着ることが多いからこっちの方がいいなとか、あとスーツでよく着るからベストがいいかなとかっていうのも、まあ、その人によってやっぱ用途全く違うので、僕こんだけイグニスダウンパーカーめっちゃ最高級、スペックとして最高級やって言い続けてるけど普段は使わないんですよ。っていうのも僕の生活用途で使うときないんですね。でもっと言うとラウンドネックのこの襟がないやつも僕は好きじゃないから全く着ないんですよ。だからモンベルとかタイオンも着ないんですよね。じゃあ何着ていくのっていう話になったら、やっぱり僕は去年からライトヒートジャケットが、まあ、一番僕は使いやすいって感じなんですけど、まあ、これほんま人によるので何がいいんかなって感じなんですけど、まあ、アトムはやっぱりめちゃくちゃ人気、まあ、今年のそのアトムヘビーウェイトフーディーメンズっていうのはまあ人気になるとは思うんですけど、まあ、値段が結構上がったんで2万円ぐらい多分上がってると思うんで、まあ、そこがねどこまで品質と変わってるのかっていう、またそれもレビューはしたいなと思うんですけど、まあ、今後ライトダウン、インナーダウン使うときに、わしはこれですわと、これを着ていきたいんですっていうのが、まあ、なんとなくこれで見えてきたんかなと、全部一緒に見えるんだけども、まあ、そういう違いがあるんですかと、特にインナーダウンとか中綿とか言い出したら僕止まらんくなるので、一旦ちょっとこの辺でね終わって、次またダウンの話もしたいなと思ってますので、ダウンはダウンで話をしようと思ってますので、楽しみにしておいてください。ということで本日ですね、ライトダウンとインナーダウンの中綿もね紹介してみたいと思います。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。